久保さん、夢のような生活にしましょうか。いや、この話題に関してはね、共鳴共感 <laughs> しますよね。どれだけ痛い思い、痛い思いっていうかね、大変な思いしてきたかっていう、これは人をね、雇ってほしいですね、一回。マジで雇ってほしいですね。まあ、あの、力量がある人にとってはね、人を使える。まあ、言葉を汚くすると、人をこき使える技ですよね。まあ、これ汚いですよ。 うん、汚い言葉で申し訳ないですけども、あの、人を動かすっていう。だって、うーん、まあ、その、まあ、多分ですよ。おそらくなんですけど、僕が思ったことか何かっていうと、その従業員はその会社を一から作ろうと思った人間ではないってことですね。まあ、たまにありますよ。 その企業当時から一緒にずっと頑張ってきた同志みたいなね。まあそういうのはたまにいったいや、いや、あるんですよ。うん。だけど、そういうの関係だったらまた面白いのかもわかんないですよ。共に苦労を味わって同じ志で同じように頑張ってきたと。ただしうん、そういうのはなかなかないわけですよ。まあ途中から採用していくわけですから。うん。だから、 同じ思いを共有すること自体が、これね、難しいのかなと思うんですよね。だから結局、軍なんだろうな、右前、習えみたいな感じで、まあ会社の、信念、会社のビジョンっていうのを掲げて、そこに先導していく。うん。でも、その会社のビジョンのために生まれてきたのかっていうと、生まれてきました。違いますよね、多分。<laughs> 多分本当に今は、だから要は昔の働き方っていうのはそこしかなかったから、そこのビジョンとか信念に従うしかないし、従った方が楽というか、それがかっこいい美徳だったかもしれないけど、今はね、やっぱ働き方が変わったというか、まあ、ネットが出てきたので、もう本当にね、それは申し訳ないけども、昔の価値観、小手概念じゃないかなと思うんですよね。うん。本当ね、一人が万々歳ですよ。 はっっきり言って、うん、久保さんの言うとおりその意思決定がここはねあとね意思決定がすごくすごいんですよとにかくだから要は会議してもまとまんないんですよねでも1人会議して1人で決断して1人で即断即決できるんですよね1人だといやこのスピード感覚がマジ最強なんですよこれみんないるとねだから多数決でじゃあ多数決いったらねその少数派は文句言うだろうし <laughs> だから、一人で決断して、一人で即行動できる。これがね、本当に一番、多分ね、多分おそらくなんですけど、一番何がいいかっていうと、ここですね。意思決定が全て自分にでできるっていうところが、神っていうところじゃないですかね。人を使うと、人の意思までも、 左右、人の意志に左右されてしまうっていうところがあるので、やっぱ自分の意志で全て決断して、自分の意志で全て行動するっていう、一人で稼ぐっていうのはやっぱ最強なんじゃないかなと僕は思いますね。いってらっしゃい。